皆さん、我が白き羽解放革命戦線の総本部にようこそ。まさか聞いていた施設がこんな地下にあるなんて。ははははは、何分地下水路を利用しておりますからな。若干匂いはしますが、これ以上に安全な場所は他にはありますまい。ところでケルビム殿、先ほどは危ないところを助けていただき、仲間の手当てまでしてもらってすまなかった。いえいえ、我々の設備があればこのくらい造作もありません。しかし先ほどの女性は怪我もさることながら随分と衰弱されているご様子でしたが、いやいや失敬、余計な詮索はなしとしましょう。ケルビムさんよ、それよりあんたたちの組織のことみんなに話してやってくれ。おっと、そうでしたね。我々はこの世界の黒き羽の者たちによる独裁的な奴隷支配を変えるために立ち上がった白き羽の秘密地下組織なのです。秘密地下組織って何？要するに黒い羽の連中が強いこの世界では表立って行動ができないんで、こそこそと陰で動き回ってる団体ってことさ。はははは、これはまた随分と耳の痛いことをおっしゃる。それでその組織とやらの具体的な活動としては何をしておられるのかな？すでにこの大陸全土では多くの同志たちが秘密裏に集結しており、来るべき武装決起の日に向けて着々と戦闘の準備を進めております。あなた方とて今まで白き羽の者たちがどんなにむごい扱いを受けてきたかはよくご存知でしょう。つまり我々の最終目的は白い羽の者たちによる革命政権を作ることにあるのです。そこでできれば救世主様にはぜひ我々の仲間に加わっていただき、我が組織のシンボルになってもらいたいのです。なんじゃと？それはいささか話が飛躍してはおらぬか。あなた方の着ている鎧に封じ込められた大邪神たちにはそれぞれに言われがあることをご存知ですか？現在では大邪神などと呼ばれている彼らも、神話でいうかの創世紀戦争でサタン側に敗れるそれまでは大邪神ゴッドを崇める人として、その強大な力を地上界に広く振るっていたということなのです。我らがマルコ殿の鎧は大気を称える大邪神ラグエルのもの。レブロブス殿の鎧は炎を称える自由の大邪神ウリエルのもの。ピリポ殿の鎧は水を称える弱者の大邪神サリエルのもの。ガイ殿の鎧は大地を称える正義の大邪神ミカエルのもの。そして残るあなたの鎧こそが闇の支配者と万物の創造主の二つの顔を持つ謎めいた神、究極の大前神サタン様の正体ではないかと噂されるメタトロン様の鎧なのです。しかも救世主様たちのこれまでの数々のご活躍はすでに奴隷たちの間でも伝説と化しております。いかがでしょう、全ての白き羽の人々の幸せのためにも我々の組織に力を貸してはいただけないでしょうか。参謀殿の話は分かったが、リーダーのマルコ殿よ、お主自身はケルビム殿の意見を正直どう思う？僕は初代リーダーだった親友の意志を継いで全力を尽くすだけです。だがお見受けしたところ参謀役のケルビム殿もわしやルピルピと同じ黒き羽の出身のようじゃが、何故この白き羽の組織に？ケルビムさんは
亡くなられたこの組織の初代リーダーで、僕の親友でもあったセラフィムさんのお父上なのです。この邪神の鎧こそ彼が僕に残してくれた唯一の形見なのです。ご協力感謝する。あの忌々しい秘密地下組織のアジトさえ分かれば、俺の施設軍が必ず一網打尽にしてくれる。せいぜい頑張るんですね。あなたたち自警団の活躍には教団も大変注目してるんですよ。よく分かっているつもりだ。黒き羽の支配に反発するような愚劣な奴らには必ずや地獄の鉄槌を落としてくれるわ。そったれのマルコメ、行くぞみんな。うわバカどもめ。それにしても嫉妬が生み出す力はやっぱり偉大よね。せいぜいユダ様の手のひらの上で踊るがいいわ。あ、ところってルカ様の方はうまくいってるのかしら。僕は子供の頃から数多い奴隷たちの中でも特に目立たない子供でした。いや、むしろ変に目立っていじめられるのが嫌で、自分から目立たないようにしていたのです。ところが黒き羽の人々は自分自身の個性を大事にするあまり、ただ歯車のように生活するものを一番に嫌います。幼かった頃の僕はそのことに気がついていませんでした。その結果、僕はいつしか同じ奴隷仲間たちからも相手にされなくなり、誰とも口をきかない少年時代を何年も過ごしてきました。ところがケルビムさんの息子だったセラフィムさんはこんな僕を孤独の淵から拾い上げてくれたのです。なあマルコ、みんなはお前のことを個性がないっていじめてるみたいだけど、俺は別段そうは思わないぜ。お前はみんなと仲良くしたいし、誰にも嫌われたくないと思ってるだけなんだよな。多分そいつは太古の昔に失われた協調性とかっていうやつで、それこそがお前の個性だと思うんだ。俺も誰かが誰かを支配するっていう考え方はどこか間違ってると思うし、第一、俺はそういうお前を結構気に入ってるんだぜ。そんなセラフィムさんがまさかあんな目に遭うなんて。どこに敵がいるんだ。慌ててないで教えろ。何が何だかわからないよ。どうすればいいのか誰か教えて。クソ、明かりまで消えやがった。いいか、みんな混乱して収拾がつかんぞ。どうやら騒ぎは収まったようじゃな。貴様はマルコ、またお前は周りの人間を犠牲にして
自分だけ助かりやがったのか。あなた、クザマさん。大体あの時貴様が異端審問官に殺されていれば俺の盟友のセラフィムは死なずに済んだんだ。貴様だけは俺がこの手で直に引導を渡してやる。